はい、皆さんおはようございます。現在時刻6時23分58分になったところでございます。お疲れ様です。今日何やるかと言いますと、ラーメン二郎湘南藤沢店に行き、ラーメン二郎を食べるです。前回に引き続きラーメン二郎を食べるシリーズですね。食べた後は江ノ島とか行こうかなと思っております。ひとまずここからね、80キロくらいあるので、多分今くらいから出発すれば12時ぐらいには着くんじゃないかと思っております。それではまあ早速行ってみましょう。現在北松戸駅付近、昨日ちょっと雨が降った影響で気候もやや寒いって感じですね。ただ日中は暑くなるそうです。それでこの後なんですけど、東京からまあ二子玉川とか行って、で湘南藤沢方面なんですけど、まあ今までも行った感じなんで、動画とかでも上げてるんでね、ちょっと倍速で行こうかなと思います。してますけど、マジで信号止まりまくってますからね、これ。さあ、ここの泉坂上を右に曲がるんですが、自転車は右に曲がるのはめんどくさいです。さあ、ようやく入りますよ、藤沢市。いや、もうちょいな。マクロラーメン二郎。あー、疲れた。やべえ、しんどい。いやー、疲れたな。はい、こちら高倉中学校入り口左です。7km 道なりです。さあ、これラスト7キロか。多分もうこの進めは見えてくるはずです。車ももう湘南ナンバーばっかりです。近くに
駐輪場があるんで、はい、こちらがラーメン二郎駐輪場ですね。それでは食べていきたいと思います。はい、お疲れ様です。無事美味しくいただきました。場所を移動してですね、今五所ヶ谷公園ってとこにいます。それではまず先に毎度おなじみですがストラバの方を見ていきましょう。はい、距離は 79.36 キロ、移動時間4時間2分34秒、平均速度 19.6km 毎時で、詳細な分析は、はい、最高速度 51.1km 毎時、これはまあ坂で出たんでしょうね。経過時間が5時間5分12秒ということで、だいたい朝7時より前に出発して12時前に着いたということで、予定通りですね。いや、そこは完璧でした。それじゃあ次、ちゃんとこんちゃんのね、ラーメン二郎の感想を。じゃあまず肝心なラーメンがこちらで、今回豚入りにしました。ボールはニンニク野菜アレってことで、アレというのはですね、ラーメン二郎湘南富士沢店が日替わりでやったりやらなかったりみたいなやつね。今日はシソカツオニンニクってやつでした。感想としては非乳化で、前回のひたちなかも非乳化だったんですけど、今回のこの湘南富士沢店は結構濃いめの非乳化で、辛めにしなくてもいいくらい結構濃かったんで、自分好みでした。かなり非乳化の店舗いろいろあるんですけど、横浜館内とか茨城守谷とか今まで行ってきましたが、匹敵するぐらいうまかったですね。中盤まで飽きることなく、味変アイテムもあったんで、胡椒とか酢とか良かったです。こんなとこでしょうか。皆さん行ってみてください。というわけで無事目的も果たしたんですが、まあ、ここからおまけとして近くにね、江ノ島あるんで神社でも巡ろうかなと思ってます。こんな感じです。おお、海が見えてくるぞ。あ、でもやっぱ結構いるな人。もう全部ぼかし入れて普通に写そう。ちょっと人多すぎて無理です。さあ、江ノ島神社とかお参りしとこう。せっかくなんで中津宮にも来てみました。さあ、京都までお宿がこちら湘南台第一ホテル藤沢横浜です。そりゃ、おお、なかなかいいんじゃないですか。いいユニットバス。改めてお疲れ様でした。このラーメン二郎シリーズもね、第1弾ひたちなか、第2弾この湘南藤沢ということで、まあ、続くかはちょっと分かんないんですが、また機会があればご視聴よろしくお願いいたします。それではこの辺で今日は簡単に終わらせます。皆さんご視聴ありがとうございました。